あの頭から頭がハゲたってはっきり言いやがったね。はい、どうも皆さんこんにちは、エルザです。それではエルライブ昼伸びやっていきたいと思います。今回ホライゾンですね、こちらの続きやっていきたいなと思います。さてで、メイン重視でやっていこうかなと。結構ね、いろいろやってた時間かかるんで、で、メインは槍の切っ先ですね。やっていきましょう。話がある。はいはい、怒らないでって。炎の矢はある。安息の地の外から爆発の音がしたけど、言ってた問題ってあのこと？もう少しすればわかることだ。夜を待つ。夜を待つ？トラップキャスターがある。前に言ってたトラップキャスターを手に入れた。あの不届きな商人がいくらで武器を売ったのか考えたくもない。安くはないけどその価値はあるかもしれん。それもじきにわかるだろう。はい、Qさんいらっしゃい。まあのんびりやっていきます。グラートに手を貸した。ウサギをあげた。感謝してた、大いなる母に。大いなる母がお前を通じてウサギを与えたのだ。いつもそう言うけど、狩りをしたのは私だけだ。お前はいつもそうだ。ならばずっと一人でいればいい。教えって本当大事だね。どういうことだ。爆発は安息の地の外だった。どうしようもできない。しかるべき時が来ればお前に教えてやろう。それまで待つんだ。一休みしようか。夜までまだ時間がある。少し休んどく。そうだな。今夜は眠る暇がないからな。眠る暇がない、そんな大変なの？まあ両方20ずつあるから大丈夫かな。異端者のために門を開ける。時として異端者にも敬意は払われるものだ。部族の掟ね。この先は沈黙を守らねばならないぞ。ここは安息の地の外だ。これこそが真の自然だ、アーロイ。かつてない脅威に直面するだろう。あの死骸、怪物か何かか。ソートゥースと呼んでいる。あれは新種、イカれる機械だ。でかくね。多くの義勇兵が殺された。そう。じゃあこれを買ったやつがいるわけだから、そいつを探すわけかな。素材取りながら。あの小屋、何があったんだ？機械だな。一体どんな機械が？これからお前が狩る機械だ。ああ、なるほど。狩るのか。輝く網目。はあ、錬金術。スキル。錬金術。ああ、そういうことね。資源用。上げて、
矢筒あげて、罠ポーチ。もうないかな。こうやって増やせるんだ。よし、オッケー。そっか、使える使えないが出てくるのか。でもな、改造つっても。つけれないんだよね。多分部品足りないんだろうね。ウォッチの違い、素材を取ろう。気をつけろよ。光っとりますね。ちゃ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 、ほい。こい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 。意外と来ないか。来ないか。やりすぎさ。いやー、しくった。そろそろのはずだ。私たちしかいないよね。食ったねー、今のはね。どうして義勇団が狩らないんだ。狩っていた。機械の死骸は彼らのだ。明日再び狩りに出る。その必要はない。私が仕留めるから。注意しないと殺されるぞ。お金だけもらっていこう。で、館が丸ごとやられた。そんな、ソートゥースに何と置いたんだ。質問に答えるためにここに来たわけじゃない。あれを始末するために来た。倒すの？どう倒すかはお前が決めること。この狩りはお前の狩りだ。一人でやれ。何が起きても私は手を出さん。分かったな。一人でやるんだ。見られないように。ほー、高い草を使えば近づけるな。よし、それじゃあどこに罠を仕掛けよう。いや、なかなかなやつだけど。とりあえずしゃがんで、足跡、胴体、下腹部なんかあるね。行くか。火の矢使ってみる。
意外とステルス要素強いね。痛い。あー、単に勝った。いやー、回避しきれない。よし、おー強っ。ソートゥースね、えぐいな。ここに来た理由は？質問してもいいんだ、アーロイ。完璧でないと生き残れない。試したんだろ、危険な機械と戦う腕をね。いや、来い。ここは野良族の狩り場だ。守るべき場所。ソートゥースを倒さなければ多くの義勇兵が犠牲になったことだろう。アーロイ、その問いにこそ学びがある。ずっとお前は己のためだけに訓練をしてきた。義勇兵は部族のために戦うのが務めだ。部族のため？仲間なんていらない。だが部族はお前を必要とするだろう。アーロイ、自立できる強さは立ち向かう強さにもなるんだ。大きな目的を果たす強さにも。そのことを心に留めておけ。忘れるなよ。試練の後も、私がいなくなってからも。さあ行くぞ、来い。夜が明けた。異端者としてここで過ごす最後の日だな。目前に控えた試練にしっかり集中するんだ。母の源へ向かうときは私も途中で待っていよう。私も一緒に行く。私はまだ戻らない。用があるからな。え、どんな？母の源で待っているぞ。母の源で。母の源でね。ああ。隠してること多そうだよね。あートラップ使ってみるのを試さなかったね。さて、300m 先か。今日はどんな一日になるかな。
じゃあ途中ちょっと回収もしながら移動しますか、目的地まで。結構距離があると思うんで。めちゃくちゃ上やね。ああ、初めての道も通る感じになるのか。まあまあとりあえず行きましょう。アーロイ、話がある。さあ時間だ、準備は。ちょっと待ってね、ゲーム音ちょっと上げますね。準備はできた。ああ、まあな。ただ想像以上にうるさい。来るのは初めてだったな。近いとこんな大きいのか。じきに故郷のように思える。平気だ。どうだかな。大長老のティルサ様を頼るといい。質問はあるか。最後に何か助言は。最後に教えることはある。ない。自然から学べることは全て学んだ。自然じゃない、あなたから教わった。弓と槍があそこで役に立つかどうか。アーロイ、お前が長年望んだものは弓と槍でしか勝ち取れんぞ。真実だ。母の源。中では一体何をしてるんだ。人々が祝い宴をしている。見たことがないほどの大勢で、この母の源は特別だ。大長老がおわす場所であり、野良族の中心地、聖地の宝石だ。焦るな、じき好きになる。かつて私がそうだったように。準備はできた。準備はできてる。数日で家に戻る？私は家には戻らん。ほら、取っておき、お守りだ。まるでもう会えないみたいな言い方。嘘、やだ。お前は部族と共に。だが私は異端者だから。言っただろう、心配しなくていいって。こっそり会いに行く。掟を破るのは私で、あなたじゃない。話しかけなくてもいい。この私とのつながりは足かせとなる。頼むから、お前は部族と共に生きてくれ。孤独はもう十分味わったろう。孤独じゃなかった。お前のためだ。私は二度と会わぬよう姿を消す。これでお別れだな。必ず渡る。分かっ、いやー、分かったにしとこう。そうか、これは大事にするよ。あなたがこの日のためにしてくれたこと、これを見れば全て思い出す。ありがとう。見た目より重い。でも切れはしない。大いなる母のご加護。あなたも。集中を、よりによって今日。確かにね、集中しなきゃダメだ。集中力持たんよね、こんなのね。まあまあ、とりあえず行きますか。ここから引き返すか、血を見るか、好きにしろ。さあさあ、どいて。道を開けて、その子を入れてあげなさい。母の源に歓迎しますよ。さあ。大丈夫です、皆あんなに無礼ではない。あなた、ティルサ。
ええ、そうですよ。さあ来なさい。この日を長いこと待っていたのですよ。あ、本当に？もちろん。ただすまないが、行かなくては。今夜は他にも来客がいます。え、何？別の部族、カージャの特使です。試練を見に来たのですが、ノラはカージャを嫌っている。カージャ？気にしないで大丈夫、後で話しましょう。さあさあ、祭りを楽しんで。あ、右の道を進めば、そなたに会いたがっている者がいますよ。でも知り合いなんていない。それはどうかしらね。後で話しましょう。女神のご加護。どうなってるんだ。まあ歓迎されてない感はあったけどね。右側。楽しんでますな。さあ、とりあえずセーブして、とりあえずもう会えないのかな。へえ、インタラクト。森の火事より熱い。アーロイ、ほら、君だろ。誰？それに、カージャの奴らは何を。ああ、テブか。名前間違ってないよな。お前がティルサの言ってたお友達か？誰なんだ？僕のことを覚えてないのか？まあ昔のことだからな。僕はテブ。機械の群れから助けてくれた時は僕より小さかったのに。あの時私が助けた。あのことは忘れない。君が試練に参加すればまた会えるかなって思ってた。見ての通り、腕利き狩人にはなれなくて、代わりに縫製士になったんだ。服や防具を作ってる。この日のために君の防具を作っておいたんだ。さ、ほら。いくらするんだ？金？たださ。時間経ったけど助けてくれた俺だ。さあどうぞ。へえ、これがタダでもらえる装備で、癒し。あー、いろいろ効果つくのか。隠密狩人はちょっと高いけどいいね。報酬、売却か。売却ね。ぴったりじゃないかな。ああ、どうもありがとう。こんなの着るのは初めてだ。君のものだ。防具としてはこっちの方がいいだろう。前のよりは。全ての防具には長所があるんだ。もちろん短所もね。ごめんね、引き止めちゃったかな。ティルサ様を探すのなら長老の館に行くといい。見ればすぐにわかる。外に怒った群衆がいる大きな木の建物だ。ティルサが他の部族から使いが来てるって言ってた。そう、みんなそれで怒ってる。カージャが久々に僕たちのこの聖なる地を訪れた。トマトが飛び交ってるんじゃないかな。それか石かも。槍じゃないといいけれど。どっちにしても頭上に注意。何をしてるんだい。あと飲むんだよ。さあ、テブがとりあえずなんかくれたんでね。アイテム作成というか、今これか。あー、スロットつけれるわけではない。あとは改造用カバンどうにかしたいね。なんじゃ、行こう。アルサするわけじゃないか。
見るだけか。なんかあんのかなって言ったら、昨年以上の盛り上がりだな。あっちかな。ジャーグ、そこから降りてってば。この酔っ払いがどうして家を登らなきゃならないのよ。他人の家の屋根を登ったらダメだって言いたいのか。将来ちゃんと、まあその通りやね。まずはじめに、すべての命が大いなる発揮に満ちたもの。ある、こっちだ。お、おお。カルスト、ここで何してる。おい、こら、初対面のふりするんだ。荒野では異端者と取引しちゃならないって掟だろ。覚えてるよ、話しかけてくれるなんて優しい。おい、怒るなよ。明日の試練じゃお前を応援してんだぞ。お前が勝ったらあいつらどんな顔するだろうな。ほら、最後に補充が必要だって言うなら何でも言ってくれ。さて、取引しよっか。それじゃあ始めるか。スリング、ロープ、キャスター。地面に縛り付けることで一時的に動きを封じる。これめちゃくちゃ強くね。そしたらトラップキャスター、爆弾を投げる。まあこれつけよっか。長弓。資源はいっかな。シャードならいつでも歓迎だぞ。じゃあさよならで。頑張れよ。チュートリアル長弓。まあ多分普通の弓と一緒だとこのままにしといて。さっき手に入れた。よし、オッケー。必中の矢、確かにね、使うね、弾はね。じきに試練の祝福を開始しよう。だがまずは客人の歓迎だ。我らはこの2年カージャと平和を保ってきた。今こそメリディアンとの絆を回復させる時。三王国の特使が来訪した。平和の旗印のもとに。何が平和だ。ここに三王の感謝の意を表明する。この感謝状は三王サバード様によって書かれ、一方なき者め。おいおい、天将様が果物を投げるな。ノランの皆さん、やめてくれ。俺はオスラン、カージャじゃない。はっきり言うが、13代目の三王は殺人鬼だ。ほんとさ、暴君で怪物、俺の部族も同じように血祭りに挙げられたんだ。姉貴だって捕虜にされたさ。カージャを憎んでいた。だがあの凶王はもう死んだ。2年前に殺したのは14代目。権力が欲しかったからじゃない。誰かが父親の残虐行為を止めなきゃと思ったからさ。そうだ。ここにいる哀れな妻子が伝えたいのは王からの謝罪。14代目直々の言葉だ。なあ頼む、耳を傾けてくれないか。どう。三王の感謝の意を表明する。これは14代目天将様であられる現三王国君主アバード様のお言葉。
あんな母ちゃんがノラのためにしたことを忘れろだなんて、この者、あの頭がハゲたってはっきり言いやがったね。未確認装置を感知、どういうこと、フォーカスをつけて、私みたいに。ほら、母ちゃんたちが歩いていったわよ。私以外でフォーカスをつけた人は初めて見た。どこでそれを。なんだ、ノラがフォーカスつけてる。そんなのありえん。あんたの部族は遺跡に行くのを禁じてるだろう。みんなと一緒にするな。まあそうだろうな。鉄の世界の遺跡に忍び込んだんなら。どうしたんだ。悪いな。こりゃ故障だ。オーリン、お前もう友達を作ったのか。悪い、すぐ戻る。待て。いや、後で話そう。行かないと。おいおい、思った以上に酔ってるみたいだな。それオーリンがつけているのと同じものだろ。そいつをつけるのが流行りなのか。あいつの名はオーリンか。これを一体どこで。どうせまた身分の高い友人にたかっているだけだろう。異物を掘り起こしや酒か爆地を打つ、そういう男さ。あの飾りも発掘したもんだろう。頭につける風変わりな宝石だ。ああ、悪気はない。あんたは似合ってる。いい防具。なかなかの演説。お友達は果物で音を上げそうだったが、よく収めたな。どうも。自信はなかったけどな。野良族はまだ赤の動乱のことを忘れちゃいない。当然だが。質問。他にも聞きたいんだが。そりゃいいが、あの儀式が終わった後の方がいいんだったら、その時に話そうか。そうだね。赤の動乱については初めて聞いた。何なんだ。自分の部族が戦っていたのに知らないのか。一体どこにいたんだ。まさか箱入り娘だったってのか。私は異端児として孤独に育った。ああ、そうだった。野良族の風習か。俺に言わせりゃ残酷だ。異端児であったとしても機械の大厄災は知っているだろう。年々凶暴になってる。三の凶王は太陽神に血を捧げれば機械を沈められると考えた。無駄だったかな。何年も他の部族を襲っては生贄のために人々を捕らえた。俺の姉貴も。野良族は懸命に戦ったが犠牲も出た。いろいろ出てくるな。大厄災。毎年機械が危険になっていると言っていたな。ああ、教えるまでもないことだろ。初めて聞いた。ああ、悪かったな。その、みんな知ってるかと。聞いた話じゃ、機械も20年くらい前までは今ほど怒っちゃいなかったらしい。カリウドに出くわしたら怖がって逃げた。そりゃ倒すのは難しかったが、危険じゃなかった。やつらに踏み潰されさえしなければな。だが、やがて大厄災が始まってから、すべてが変わった。今じゃ、カリウドが矢を撃てば、機械がうなり声を上げて襲ってきやがる。あと何年かすりゃ、人を見ただけで襲うようになるが、どこへ行くのも危険がつきもの。厄介なことに、見たこともない新種の機械が現れた。でかくて、凶暴で、重装備のやつ。ソートゥースみたいな。ああ、10年前はそれ。だが数年ごとにもっとひどいのがご登場ってとこさ。嘘じゃない。でも、なぜそんなことが。誰も知らない。機械たちも教えちゃくれない。姉。姉が捕まって生贄にされたのか。ひどいな。捕まりはしたが、生贄にはなっていない。エルサはそう簡単に死なんからな。逃げ延びて、今は俺の隊長。全ヴァンガードの隊長だ。三王直々の任命さ。どうやって生き延びた？この話をするには時間が足りない。また今度な。酒でも飲みながら話そう。それかメリディアに来て直接会えばいい。きっと気が合う。性格が似てるからな。遠慮がない。
いい意味かね。そしたら戻る。お前の言ってたことについて聞きたい。どうぞ。儀式に行かなければ。儀式に向かった方がいいな。だな。なあ、おせっかいかもしれないが、あんたはこんな田舎にいるべきじゃない。つまり賢くてそれに見るからに有能で、それになんていうか。あ、何の話だ。おい、分かってるだろう。メリディアンに来るときは俺を訪ねろ。案内したり人を紹介してやる。新しい人生を送れるぞ。それじゃあ俺もそろそろ儀式に向かっておくとするよ。じゃあまた、だよな。気に入られたね。みんな振る舞ってる。ハキューだ。さあ、下か。全然まともに歩けてないけど。じゃああっち行こっかね。とりあえず試練だね。被害者たちが集まり次第祈りを始める志願者ね。アーロイ、そなたの場所はそこです。祈りの灯火はそなたのもの、私が作りました。冒涜だ、姉妹よ。志願者よ、そなたらの前にあるその祈りの灯火は母が作りしもの。栄誉をたたえ、火を灯すのだ。ロストのために、母親のため、自分のため。ロストのためにしよう。ロストに敬意を。彼のおかげでここにいる。大いなる母よ、聞き入れたまえ。母の祈りで空へ羽ばたく子は核のごとし、燃え盛る炎が天へと駆け上り、自由の風に託されよう。遥か彼方へと消えゆくまで大空を旅せん。さればこそ母から若き子へ情愛が永遠に紡がれる。オーリンだ。そういう機会は彼に話を聞かないと。お、いるね。カージャを裁くのは女神よ、私じゃない。さあ、オーリン。なんで知ってる。ああ、エレンドのやつか。さっきはなぜ妙な態度を取ったんだ。祝祭のせいかな。俺も人混みが苦手でね。もう寝た方がいいな。質問をはぐらかすな。わかった、落ち着けって。何でも教えてやる。フォーカスはどこで手に入れた。フォーカスを持ってる人は初めて見た。それをどこで見つけたんだ。クレイムの北方にある遺跡だ。俺たちオセラム族の故郷だよ。あそこじゃ鉄が深くまで続いている。鉄の巨人が土の中に半分埋もれてたり、古のものが山に掘った洞窟なんかもある。興味あるのか。私のフォーカスも同じような場所で見つけた。古の遺跡だ。自分で見つけたなら俺から聞くこともない。じゃあその場所を調べたらどうだ。俺じゃなく。フォーカスが壊れた。さっきお前はビクッとして何か痛そうにしてた。怯えて。フォーカスで何を見た。何も見ちゃいない。言っただろう、故障したんだよ。よくあることさ。適合性かな。どうして嘘を。経験ない。故障などしたことない。子供の時からずっと。ならいいフォーカスなんだろ。この地にも宝がいっぱいありそうだ。野良族は怖がって遺跡を探索しないようだからな。呪われた遺跡と聞く。私はそうは思わないが。知識が呪いだと言うならそうなるかもな。がっかりしたってな。何をしに来たんだ。遠く野良の地に。エレンドが遠征に石膏と飲み仲間を連れてきたかった。それだけだ。あと三の祭司のおもりもあったが、これが全て終わったらまた遺跡を発掘しに戻る。ガラクタを漁って装飾品を集めて売るんだ。
探検家なのか。ただの流れ者だよ。シャードを稼がなきゃならん。今回は三王の命に従ってな。それだけさ。うん、じゃあがっかりした。自分と同じ装置を持っているのに話しかけもしないなんて。俺は別に友達が欲しいわけじゃない。面倒はごめんだ。阻害されることには慣れてるが、あんたは違うかと。あんただからじゃない。気にするな。まあほら、今夜は楽しんだ方がいい。明日は試練だ。一時一時を大事に過ごせ。信仰なきカージャがいても祝祭は楽しまなきゃ。悪さをするわけじゃないでしょ。バストはただのいじめ。そう、行きますか。カリウドの館入りますかね。まあでも館入ったらもう次になりそうだね。じゃあ一旦セーブして、はい、じゃあ動画見てる方はここまでにしたいと思います。ライブ見てる方は引き続きですね。まあとりあえず序盤なんで話メインなのかな。まあ次回は試験とやらをしてみましょう。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたねー。